こんちゃ翔太です。いや、めちゃくちゃ酔ってます。いや、ウイスキー向いてないかもしれないですね。というかお酒が向いてないのかもしれないですけど、いや、ちょっとやばいです、かなりやばい状態なんですけど、本日最終日というところで26から30ステージやっていこうかなと思います。何が違うのかな。あ、2ターン以内にクリアか。2ターン以内にクリアになったんで、まあとりあえず火力が一番出る編成にすればいいのかなというふうに思いますので、一旦ちょっとこれでやってみますか。帰国子をあれかな、源広政にした方がいいのかもしれないですね。ちょっとまあ一回これでやってみよう。2ターンか。2ターン無理じゃない。そうですよね。2ターンはちょっとなんか違う気がする。広政にしてみる？一回ちょっとやるだけやってみますか。これで発光撃砕飛車門天ができるようになるけど、これが一番火力出るかって言われると、そうですよね。これが6ターンキルですよね。ちょっと見てみますか。どんな感じ？全然無理って感じなら、ちょっと考えないといけないですね、これは。あれ？発光付与できてない。なんで？あ、付与できてるわ。もうなんか、目の前が真っ赤。あれ？あ、3ターンですよね。どうしようかな。これ以上正直無理やしな。覚醒あと110必要。いや、110必要って言われてもな。ちょっと一旦ちょっとあれしますか。覚醒できるようには一回して、いや、覚醒したところでよな。でも、あ、しかも足らんわ。なるほど。なかなかちょっと悩ましいですね。これどうしようかな。2ターン以内にクリアがむずすぎるんだよな。え、どういう編成がいいの？ 2 ターンでしょ。バッファーとしてはでももういないもんな。蓄力祝福暴走なんで、まあ、あとはカンピ入れる？カンピ入れてもな気するんよな、正直。いや、フーファがだから、こうか？こうかな。いや、6ターンになっちゃうよな、結局。え、どうするのがいいんだろう。誰がいる？超光明入れても仕方ないし、小を入れても仕方ないよね。完備か、やっぱり。完備細分岐ってどんな感じ？完備。完備。あ、完備の分岐のタイミングちょっと微妙すぎるな。でも細分岐でもなくない？細分岐か、本当に。
いや別に細分器でもいいんだけど、細分器を入れたところで火力が伸びる気があんまりしない、単純に火力高いキャラクター入れてみる。ももち、ももちのスキル2って結構いかついよね。確かももちのスキル2がスプラッシュダメージだったと思うんで、ももちのスキル2をちょっと入れてみるか。ハットリハンゾー、ハンゾー結構火力出てたと思うんだけど、スキル2、そうだよね、ハンゾーも言うて強いはずないよね。いや悩ましいな。ちょっとそうだよね、6ターンキルだよね結局。あ、でも火力は出てるわ、火力は出てるけどって感じっすね。どうしようかな、あと2回しか挑戦できんしな。火力でも撃砕は入れといた方がいいような気がするんよね。撃砕にいったとしても、だって誰入れるのって話やし。大屋敷大屋敷ってどう、撃砕風できるけど、いやちょっと微妙な気すんな。あ、連覇か、もしかして連覇のスキル2のキュート罪悪。え、これもしかして、ちょっと待って、復活あるんだっけ、復活してる、復活あるかどうかでちょっと連覇採用説が出てくる。結構いいダメージは出してるな。でもちょっと待てよ、ここステージ30をさ、まあクリアできればいいわけですよ。ステージ30は半蔵は結構落とされてるな。ステージ30が落とされなければいいんだが、落とされちゃうのね。まあそりゃそうか、覚醒がちょっと足りてないもんな。これでステージ30いっちゃうと、いやダメなんだろうな、あと30足らんもんね、あと30足らんので。あ、しかも、あ、ちょっと待って、これ全然違うやん、ちょっと待って、あ、だから30足らんのはもうここでなんとかしないといけないんだ、覚醒させるためには。そっかそっか、ってことは2ターンキルしないといけないってことか。結局何だろう、2ターンキル、火力出るようにしてみる。大使命アウトの消化だから、そうだよね、これです。ちょっと待てよ、こうなるよな。結局火力出るキャラクターミニア
アンって軽く出たっけ、なんか出たような気がする。ニニアンが、うん、出るけど微妙やな。 K は出るっちゃ出るけどって感じだよね。いや K 入れるぐらいならももちの方がいいと思うし、ビシャモンってもう悪くないと思うんだよね。あれ、あ、保存してなかった、もしかして。ショーで変わる？ショーで変わってくれるのはちょっときついけど。お、いいじゃん、いいんじゃない？行ってくれ、頼む。ああダメだ。全然なんか火力足りる気がしないな。ももちが違うのかな。ももちが違う、そんなことある？でもやっぱそれでいくと、もうスキル1で発光撃砕を付与するぐらいしかちょっと思いつかんな。服部半蔵でも火力出てると思うんだよね、正直。でも範囲攻撃からの1回追加攻撃だから、1名に対してはそんな火力出てないのか。ちょっと待ってよ。ってことは K の方がいいのか。そういう意味では K 行ってみろ1回じゃ。頼むでマジで、頼むで K 頼む、行ってくれ。いやダメだ。だってちょっと待って、全然 K の攻撃対象がいけてないわ。ちょっと別アカウントでやってみます。それではですね、ちょっと再チャレンジにはなるんですけど、そっかそっか。結局結局でもあれってこれじゃないの？これダメだったんだよね、さっきこれダメだったんだよな。こっちの方がいいかな。そうっすよね、2ターンクリアってところができないんですよね、これだと。結局発光撃砕は付与してるんで悪くはないと思うんですけどね。ニビアン抜いてみる。ニビアン2体しか、いやそれだったらでも楊貴妃か、抜くなら楊貴妃かな。楊貴妃を
超高名じゃない？これじゃない？もしかして。え、ちょっと待って、暴走の付与先、今超高名に暴走付与してた。それはちょっとないよそれはちょっと想定外だけどさ、なんか超高名落ちてる。え、ちょっと待って待って、あ、援護聖護、あ、援護聖護付与されてる。あ、スキル2で援護聖護付与あんの。それはちょっとあんまり考えてなかったな。ってことは結局こうなるのか。じゃあこうするか。ニビアの、あ、ちょっと待って、違うわ違うわ、超高名この前だとまた反射で落ちちゃう多分。そうそうそうだよね、そうだよね。ちょっと待てよ、だからニビアンのスキル2で敵の、援護聖護を解除すると。毘沙門天が違うのかな、もしかして。あ、いや、なんかでもいけそうじゃない。お、来たんじゃない、超高名のなんか運ゲー次第な気がする。超高名がなんかいい感じに立ち回ってくれれば、ハットエハンゾのスキル2がちゃんとボスに当たっていればいけたような気がするんだが、気のせいか。いけ、おい、え、これ運ゲーかな、運ゲーなのか。毘沙門天、毘沙門天のスキルにで、ぶっちゃけでもそうだよな。え、ちょっと一回こうしてみる、毘沙門天悪い説言ってみる。あこれだわ、毘沙門天悪い説だわ、毘沙門天、毘沙門天悪い説だった。うわぁ。いや、そりゃそうだよな。毘沙門天そんな火力出ねえもんね。最後ちょっと見とくか。いやぁ、すっきりした。やっぱそうだよな。毘沙門天やっぱそんな火力出てないよな。やっぱりそこだったか。全然、いや、お湯じゃん。よ、え、ちょ、落ちちゃった。ちょっと待って待って。最後余裕じゃなかった。あー、落ちちゃった。しかも最後。あー、いや、ちょっと待って。最後、ちょっとなんか油断してたな。はい、ちょっと待って、最後どこのタイミングで落ちた、なんかちょっと油断してた。ライガイですよね、付与されてんのは。ん、ちょっと待って、もしかして麻痺か。なかなかちょっと運ゲーな気がするな。いや、今の編成でいけるとは思う。いや、思うけど。え、ちょっと待って。麻痺ったらいけへんな。
ちょっとなんかむずそうですね。まあ、まひらずにいければいけるかなと思うんですけど、何回かやってもらえば多分いけるんじゃないかなと思います。いや、やってみるか。はい、そんなこんなで3アカウント目になるんですけど、まあ、やっていくこととしては最後ですね、あれ多分運ゲーじゃないかなと思うんですけど、まあ、てか超孔明はだからもういらないのかな。別になんか超孔明の方が祝福全体にばらまけていいのかなと思ってたんですけど、結局これでいいんだよね、きっと。あ、超孔明じゃないとダメっぽいな。超孔明にするか。じゃあ順番的には、まあこれでいいのか。でもうん、超孔明にすることで2ターンキルができるようになると。あれ？ちょっと待って。あ、帰国士になってる。帰国士じゃなくて、ヒロマサ。で、ちょっと待てよ。ちょっと一応ヒロマサと服部半蔵だとどうなんだろう。一応こっちの方がいいけど、さすがに。あれ？あ、しまった。またやっちまったよ。援護聖護だから、ニビアの3枠目じゃないといけんのか。はい、3枠目じゃない、2枠目じゃないと。これで OK。これでとりあえず OK でしょ。で、7覚醒します。やべ、結局、挑戦回数がなくなってしまった。ちょっとなんか厳しいね。まあ、ちょっとまだ期間はあるんで、まあ、ちょっとまだ練っていく段階かなというふうには思うんですけど、ちょっとここ若干運が絡んでくるのかなというふうに思うところはあるんで、まあ、運でいけるなら、運でいけるような気はするんですけど、まあ、運でいけるなら運でいったらいいですし、ちょっとまだですね、まあ、厳しそうというか、何か考えないといけないのであれば、ちょっと考えていきたいなというふうに思います。ちょっと今日は挑戦回数がなくなってしまったので、ここまでにしようかなというふうには思うんですけど、これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。